武州銀行本店武州銀行本店跡地に立つ浦和中央支店武州銀行は大正7年11月に埼玉県北足立郡浦和町に設立された銀行本店のあった場所には現在埼玉理想な銀行浦和中央支店がある旧武州銀行か阿越支店埼玉県下に当時乱立した銀行はどれも規模が小さく県の有力者200名が発起して 資本金500万円で浦和町高砂に設立された。開業は翌年の1月。初代取は渋沢栄一の甥いの小高二郎。同じく栄一の甥いの大川平三郎も取を務めた。小高は小さんで大川に鉄を養子に出している。鉄をは採用パルプ社長と日本フェルト工業の社長を務めた。大正9年には カス壁銀行と、対正10年には、川越商業銀行と、対正11年には、豊岡町の黒瀬銀行と合併するなど合併を繰り返し拡大した。昭和18年7月、戦時統制で、東港と川越市に本店を構える、旧国立銀行の85銀行、を市町に本店を構える忍商業銀行、 反応町に本店を構える反応銀行が大合併し、埼玉銀行となり、武州銀行は消滅した。幼少期を川越で過ごした渋沢達彦は、父親が武州銀行川越支店長だった。2018年11月、武州銀行100周年を祝い、浦和中央支店と埼玉営業部の創立100周年記念式典が行われた。埼玉市長など関係者、 約200人が出席した。ありがとうございます。